はいお届け物が届きました何でしょうこいゃじゃじゃんまた G ショックついに来たわ また買っちゃったよ、G 食。うおぉ来ましたーかっけえじゃったじ,じゃーんどうですかねかっこいいです。 かっけー買いました。あの、今回買った実食はね、まあ、限定じゃないです。で、プレミアムもついてないです。普通に売ってますね、今でも。 でもね、これ、昔発売されたモデルの復刻版なんだよね。うん、いつだっけかな ?90 年代かなこのモデルはね、最初に海外で発売されたみたいだね。1990年に海外で先行発売され。そんで、アメリカ西海岸のスケーターを中心に大ヒット。で、その後に、えー、92年に国内でも、 発売されたというモデルで、うん、G 色がすげえ人気だった時もね、これすげえ人気でしたね。で、俺もね、これ好きで、ずっと欲しいなと思ってて、これ2018年にね、復刻されたんだよね。で、これならね、限定とかじゃないんで、プレミアムついてないんで、普通に買えるんだよね、定価で。で、しかもね、今回はね、定価以下で買いました。めちゃくちゃ安く。これね、定価がね、12,100円なんでね、税込み。 で、これをね、いくらで買ったかっつうと、送料込み税込みで7800円で買ったんでね、めちゃくちゃ安いね。うん、送料込みだからね、うん。定価以下で買いました。まあ、俺最近コレクションボックス買ってね、まあ、ちょっと辞職集めたいなぁと、まあ、思ってたんだよね。うん。でもね、限定のね、あのレアなプレミアム付きの時計はね、あんまり買えないからね、高くてね。でもこれならね、 安いから買えるんじゃないかなと思ってね。で、ネットで検索したら、案の定、めちゃくちゃ安く、定価以下で売ってたんで、おーし、買おうと思って、気軽に使えるだろうし、それで買いました。だから今ね、結構ね、自食今、コレクションボックス買ったんで、集めたいなと思ってて、結構欲しいのいっぱいあるんだよね。まあでもね、プレミアム付きのやつとかはね、なかなか買えないんで、とりあえずね、定価で買えて、すげえ欲しいやつを、とりあえず買ったっつう感じだね。あ,あ、時刻待ってるね。合わせてくれたのかな。 かっけーこのなんかレトロでストリートっぽいデザインがすごく好きなんだよね。うん。三つ目のデザインで。いかにも G-SHOCK みたいなね、なんかこう男らしいデザインだよね。ミリタリーっぽい感じもあるし。かっけーわ。 いやーこれで辞職コレクションが1個増えたねとりあえずこれ買いましたねかっけーどうですかね レギューラーモデルにしてはケースもちゃんとしっかりしてんななんかこのパターンのケース初めてだしもちろんね新品です、はい、DW5900IJF 通称三つ目モデルとかって言われてたな昔うん じじじゃゃゃいやー埋めたいですねこれねまだね4つありますからね、まあ、4つでもちょっと足りないぐらいなんだけどね実食コレクション <noise>